イコライザーワンパンやん、これ。イコライザーワンパンやん、これ。これさ、もしかして、最強オペレータースキル、テンペストかもしれん。これね、回転率が凄まじいよ、回転率が。あ、ほら、やっぱそうや、見てこれ、ほら。オペレータースキルのスコア見てください。俺だけね、1125なんですよ。下、ほら、見てこれ。イコライザー、アナイアレーター、アナイアレーター、2回発動、アナイアレーター、イコライザー、なんか、KQ とかさ、一番下、ハイブとかいるんですけれども。どうも皆さん、こんにちは。今回なんですけれども、世界ランカーのカスタムを探ってみたシリーズ第3弾かな。まあ、調査企画ってやつですね。でね、これ世界ランカーのカスタムこんな感じに見れるんですけれども、みんな何使ってると思います?使用率一番高い武器、BP。ではないんですよ。おでんでもないんですよね。これまたあらびっくり。見てください、これ。まずね、DRH でしょ ?1 位の人。で、2位は、BP50。あとはまあ、グラウとか、あと HVK とかですね。これさ、意外とオーディンとかがいないんですよね。あとは第3位の人も、ドミハに DRH を採用していますと。マガジンなんですけども、一応ね、これ30ラウンドじゃなくて、25ラウンドの方を採用しています。これに関しては1位の人も、はい、こんな感じで25ラウンド OTM マグの方を採用していますね。これね、30マガジンの方じゃないのか結構意外ですね。で、この5位の人も、まあ、地位列フロントラインで DRH を使っていますよと。で、6位の人はほら DRH を使っていますよと。なんかほとんどみんな DRH もジャックは知らん。ジャックは知らん。CX9 とかでしょ。あと GKS とか BP とか。ほら、この13位の人も DRH ですわ。しかもサーチも DRH ですわと。でね、世界ランキング1位の人のローダーとかこんな感じですよと。ちょっとね、いろいろ突っ込みどころ私からあります。それがね、スコアスリクですね。これがアドバンスド UAV とクラスターストライクになっているんですよ。あれ?フレームノートは?ってなるじゃないですか。でね、もう一つ物申すべきところがあるんですよね。それが、アナイアレーターですね。今ね、個人的にどうやろうな。まあちょっとその競技シーンとランクマッチというのは、オペレータースキルの環境も分かれていますから、まあとりあえずね、今ランクマッチでかなり熱いオペレータースキルがありまして、それがテンペストですね。俺ね、ワンチャンこれ、エイムがいいでしょ。だから、テンペストのパワーを最大限引き出せる人っていうのは、俺はね、テンペストの方がいいと思ってますね。まあちょっとね、このアナイアレーターとかイコライザーより、テンペストの方がいいんじゃないかっていうね、理由に関しては、今回の動画の途中で紹介します。そして一応 DRH のカスタムがこんな感じですよと。で、今回はね、この世界1位のカスタムを、はい、こんな感じ。ガチガチの勝ちに行くカスタムに改造してみました。スコアストリークとか、あと赤パーク、緑パークとかも変わっていますよね。てな感じで今回は、俺がね、この世界ランキング1位のロードアウトを、もう勝利に徹するような、もう勝ちのことしか考えてない、3度の未勝利、勝利っていうような感じのロードアウトでやっていこうかなと思ってます。早速やっていきましょう。レッツゴー!よし、じゃあ始めていこうか。とりあえず、ニュークタウンはフレームノート貯めればいいんでしょう。なんか、最奥にさ、最奥に芋砂おらん。わぁ、何しとるんですか、これ。もうま、勝つ気ないやろ。いや、でも、こういうやつがおったら絶対勝てんねんな、正直言って。もう、こいついいよ、お前。てか、ビーン、ミリやねんから誰か乗ってくれへんから、これ、どこ行くね、お前は。どこへ死ぬかーい。いや、どうしよっかな、これ。勝ったら動画ができんねんけどなぁ。いや、また俺はこうやつが。オッケー、もうボコボコやったけどなんとか勝ったわ。てか、フレームノート出してないのに弱かったな、これ。噛み合ったわ、なんとか。もうねまずドミネーションでチェック。もうだから、テルミットマンは行っても、なんでなんかこんな最近テルミットマン多いの?ちょ、なんかスナイパーおらんの大丈夫?オッケーオッケー。なんか一応スナイパーはいなそう。うわぁ、美味しい。やっぱこれクイックビックスやな。電キルするコツはクイックビックスです。フレームの音。頑張れよ。いやー、いい。だいぶ仕事した、だいぶ仕事した。もうやばい、この試合スナイパー俺。頼む!さっきみたいな展開になってもうてるわ、こんなもん。皆さん見てください、これ。欲張りメロンとかいうやつが SR 使ってます。これはね、ちょっと物申すしかないぞ、これは。間違いなく。粘着しようぜ、こいつ。粘着いくよー。なるほど、なるほど、なるほど。そして、あいー。とつないっちゃうよー。しかもこいつさ、ZGR でとつなしてんぞ。そんなことあず。ZGR はとつなする武器じゃねえぞ。
あーもうテンペスト外しちゃった、最悪。あれも入ってくれ。おい、これで取れんかったら終わりやぞ、さすがに。マジで頼む、マジで勝たして、ほんまに勝たしてくれ、頼む。おい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 、うせやる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 、ちょもうやめて頼む、さすがにでもこれで勝てるやろ、守ってくれ。フレームノート出てる時しかお前らには B が取れんのか。あ、もうしんどいわ、しんどいわ、さすがに。ちょっとなんで、なんで47キルもして勝てないんですか。お願い勝たしてくれ、お願い勝たしてくれ。もう、土下座するから勝たしてください。土下座するから勝たして、土下座、土下座するからさ、頼む、土下座ない。俺はあれ、火の目を浴びるなってこと。そういうこと、俺は火の目を浴びるなってこと。そういうことですか、これは。もう、フレームノート3回出て負けるってどういうこと、これは。世界ランキング、最強、ロードアウトとか言ったけど、2試合目の余裕で負ける。ちょ、それ死に任せよ。これ3点取りしないよ、3点。もう、これなんでなん、これなんで、ちょ、ほんまに教えてくれ。なんかさ、俺コメント欄見てたらめちゃめちゃ猛者多いやん。なんか、カメさん1位取っても勝てないんですよとか。いや、おらんやん、そんなやつ。そんな1位取っても勝てないんですよって言うようなやつがおらん。普段ランクマッチずっとやってて。ちょ、ごめん、こっから、5試合連続 MVP でいい。5試合連続 MVP。これもう無理やわ。だって54キルとかしてもこんなんやもん。うん、フレームノートでもうバチバチ、フレームノート3体で B 旗に絡んでんのに負けるって、俺はこれ以上何をしたらええん。うわ、惜しい。冴えてんね、今日の M。わお。角待ちに行くよ。フレームノートで角待ち。もう境界は渡さんからな、お前らに。まあ、やっぱフレームノート出したら安定するっちゃ安定すんな。でも、やれたのワンパンだけにはマジで気をつけろ。てかね、結構みんなやっぱそのフレームノートの気配が感じたら距離を取るっていう。対フレームノートの立ち回りみたいなのも覚えてきてる？イコライザーワンパンやん、これ。イコライザーワンパンやん、これ。オッケー、ズイズイ。てか今、ランクマ最強武器、ほんまにOTM つけてる？ DRH かもしれん。OTM とテンペストが最強の組み合わせかな？ワンチャン。これさ、もしかして、最強オペレータースキル、テンペストかもしれん。これね、回転率が凄まじいよ、回転率が。あ、ほら、やっぱそうや、見てこれ、ほら。オペレータースキルのスコア見てください。俺だけね、1125なんですよ。下ほら、見てこれ。イコライザー、アナイアレーター、アナイアレーター、2回発動、アナイアレーター、イコライザー、なんか、KQ とかさ、一番下ハイブとかいるんですけれども。まあこれ、キル数とかも当然あるとは影響してるとは思うんですけれども、それでもね、この3回発動できてるんで、やっぱ回るよね。回る、かなり、テンペスト。待って、敵ゴリ当て出てんけど、これ一瞬で燃やしたらできんかな。あばよー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 ヒーハー。
ランランルーほう最高気持ちいいんじゃん。もう最高やね、このロードアウト。あの、俺でもさ、あの、こんな俺でもワンチャン勝率 999% いってるかもしれん。ちょ、中毒になってまうわ、フレームノート。あかんあかんあかん。俺さ、普段武器紹介動画とかでフレームノートあんまり使ってないじゃないですか。なんでかっていうと面白くないから。やってるよ。やってるよ、それ弱いからね、言うとくろ。何殺せれば。怖っ。何がしたいの、お前は。何がしたいの。気持ちいい。やばい、リスクある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 、絶対リスクある。もうだからやめてや。なんでだよ。どうしたら、文里さん。僕はエヴァに乗りたくない。エヴァに乗れ。出ましたね、フレームノート。フレームノートかエヴァンゲリオンの初号機か知らんけど、燃やしちゃうよーん。害虫駆除や、害虫駆除。味方もやっとるし、これほんとすごいね、これ。多分、ワンチャン今までで一番ひどい環境じゃん、もしかしたら。そんなことない。今までで一番くだらんぞ、この環境。ひどいなぁ。ひどいなぁ、このゲーム。このゲームひどいなぁ。すまん。害虫駆除。お前、行き過ぎ。行き過ぎ、それ、行き過ぎ。害虫駆除、あの、スズメバチちゃうから。シーズンじゃないから、今。害虫駆除ちゃうから、俺らは。なぁ、防護服じゃねえから、これは。なんか、味方が謝ってて草、お前が謝らんでいいね。お前は謝らんでいいぞ。これちょ、ひどいなぁ、やった、フレームのと。いや、多分。これは正直弱体化してあかんと思う。あの、やってる側もやられてる側もクソほど思んない、これは。ニュークタウンがちょっとクソゲー化してるわ。まあ、ニュークタウン以外やったら面白いかもしれんけど、スタンドオフとかレンジとかやったらね。やったらそのフレームノートあんま刺さんないですけど、サビットとかニュークタウンとか正直クソゲー化してる。間違いない。いや、これはね、正直二択やね。フレームノートをもう使えないレベルまで弱体化するか、あとはニュークタウンを消すか、そう、フレームノートが強くなるようなマップを消した方がいい。ニュークタウンはあまりにも相性が良すぎる、フレームノートと。ってな感じで、5試合目も42キルと。これ別に全部メイン武器でキルしたわけちゃうねんけどな。ってな感じで今回はどうだったでしょうか。ちょっとね、1戦3試合目に負けてしまったんですけれども、まあ、とりあえずね、DR1 とかいう強力な武器でフレームノートを出して、その後雑魚狩りするっていう、その、勝利の方程式が出来上がってしまいますんで、今回のロードアウトね、使わないでください。うん。もう流行っちゃったらもうまた俺のせいになるから。うん。